ではクランプさん、お元気ですか？元気ですよね、クランプさん。ね、あのアメリカでトランプさんがあの大統領に就任しました。その後にその日じゃないけど、その日の次の日に相当大きなデモがありました。でトランプさんは、移民だとか、ね、そういう人差別とかそういうことやってると言ってるけど、ね、トランプさんどこ行くんだろうっていうのを言ってるけど、日本の安倍総理はどこ行くんでしょうか。もう分かってますよね。戦争ですよね。戦争ビジネスで儲けようっていうことでしょ、ね、この共謀罪法と言われている法律、オリンピック対策でテロ対策だって言ってるけど、実は違いますよね。一般人には関係ないって言ってるけど、どうやって一般人と本当のテロリストと区別をするんでしょうか。わからないですね。それ一般人の中に潜り込んでるテロリストやっているでしょうが、そしたら一般人も処罰するってことじゃないですか。関係ないことないでしょう。でこの共謀罪法、何がいけないかといったら、いわゆる思想信条の自由、それが奪われるってことですよ。この思想信条の自由は憲法で保障されている権利でしょう。またしても憲法違反の法律を作ろうとしているわけですよ。特定秘密保護法も憲法違反、いわゆる戦争法も憲法違反、どこまで行っても憲法違反の法律を作ろうとしている、ね、それも作り方も民主主義とは程遠い強行採決。それでしかもですね、安倍総理は強行採決なんて考えたことない、考えないでどん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 強行採決するんですね。考えないけどどん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 しちゃう、どういうことでしょうかね。言葉は便利で、あの戦争法とは言わないで平和維持なんとか法なんて平和を使ってごまかしてるね。沖縄でオスプレイが落ちた時も不時着だって、墜落を不時着って言ったり、めちゃくちゃでしょ。そういうことばっかなんですよ。言葉でごまかしてソフトに言ってるアベノミクスは道半ばじゃないでしょう。もう頓挫して、あの墜落してるでしょう。それこそアベノミクスも墜落してるでしょう、ね、この東京にもオスプレイが飛んでくるんですよ。もうすでに3強と NV22 という方のが去年ですか、横田基地に来たんですね、飛来したんですね。今度は10強と常駐させるというかと言ってますよね。高いお金でアメリカの値段3倍で日本が買う、バカなことやってますよね。商取引業普通はやらないですよ。簡単に言えば3万円のものを9万円で買うバカがいますか。そんなことやってるんですよ。それが何億という単位でやってるんですよ。おかしいですよ。そのお金はどこから出るか、我々の税金ですよ。防衛費ばっかどん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 膨らまして、社会保障費を削る、あの年金カット法、それもそうでしょう。強行採決でしょう。これから生活に関わる、労働者派遣法改悪ですね。一生、派遣のまま過ごす人が出てきますよね。それから年金はカット法も何ですか、あれ。年金カット法の時にはお経ですか、なんだか、あの法律じゃねえ、あの、般若波羅蜜多心経、般若波羅蜜多心経を国会の中で唱えてる、何なんですか、あれ。ちゃんと審議してほしいですよ。その間だって我々の税金が使われてるんですよ。それこそあの税金の無駄遣いでしょう。原発だってそうでしょう。あれも危ないのは分かってるんですよ。危ない
ということと同時に税金の無駄遣いじゃないですかね。その集めた除染したものを今度は埋め立てとかそういうのに使うなんてこと言ってますからね。せっかく集めたものを今度はそこら中の公共事業に埋め立ての舗装とかそういうのに使うなんてこと言ってるんですよ。何なんですか。それまで金かけて集めた除染したものをさ、おかしいでしょ。そんなことしたらこの日本放射能だらけになっちゃうじゃないですか。放射能をばらまいといて、さらに放射能を集めて、さらに放射能をばらまく、そんなのにお金使うんですか。これこそ税金の無駄遣いでしょう。ね、原発に関して言えば政府もおかしいけど電力会社もおかしいですよね。さらにおかしいのは原子力規制委員会、何が規制委員会ですか、仙台原発免震棟を作るという条件で適合審査に合格したのにかかわらず免震棟を作らないで再稼働してしまった。それに対して原子力規制委員会は文句言わないで認めちゃう。何なんですか。自分たちの審査基準を破ってるところはいはいはいってなっちゃう。おかしいでしょ。仙台原発が免震棟を作らないで再稼働できるからって四国電力も見習っちゃって、変なところ見習うんだよな。おかしなんだよな。またそこで免震棟を作らないで動かしちゃう。おかしいですよね。免震棟はいらないんだ。免震棟いらないってどういうことだっていうことですよ。本当に全く避難契約だってまともじゃないですよ。だいたい避難計画必要だっていうのがおかしいですよ。なんでそこに住んでるのに避難しなくちゃいけないんだっていうのは、俺たちが住んでるとこなぜ原発事故が起きたら避難する。なんだったら原発事故が起きないようにするのが当たり前でしょう。それからリニア新幹線、原発必要な理由ですよ。リニア新幹線電気をいっぱい使うから、だから原発を動かすという考えなんですよ。あんなもん必要ないんですか。ね、自然環境を破壊して生態系を壊すリニアモーター新幹線、これも私は反対ですよ。もう反対のことばっかり、いやどん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 やってくれるからね、もうやんなっちゃうよって歌いきますよ。原発じゃ焦らない。たくさんガスをこれ以上増やさぬためと言いながら増やし続ける、増やし続ける、もうどく放射能明日はない、明日はない、原発じゃ焦らない、地震大国日本には揺れないところはありゃしない、もう地震や大津波じゃ原発はもっちゃしない、明日がない、明日がない、原発じゃ明日はない、安全対策万全と自己確信に出た改ざん、自爆労働、自爆労働、わーっ、ん？言っちゃった。古さあまるだ、最初にだリサイクルを叫んでも、核のゴミが、核のゴミが、どんどん増えるだけ。明日がない、明日がない、原発じゃ明日はない。本当にね、原発なんか推進したら明日はない。それから共謀罪についての歌を歌いますよ。
おいでみなさん聞いてくれ、俺たち誰も死にたくない、西も東も関係ない、右も左も関係ない、俺たちが欲しいものは自由と平和と民主主義、平和のために手をつなごう、平和のために手をつなごう、何でも自由に話そうよ、話しただけで捕まる、共謀罪法いりません、共謀罪法いりません、本当ですよ、話しただけで目配ってしただけで捕まっちゃう、共謀罪法はいらない、戦前に戻そうとしてるんですよ今の政府は、本当にね、どん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 戦争に向かっている、アベノミクスでどん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 おかしくなって、一億総活躍時代なんて一億困窮社会でしょうね、誰が儲かるんですか、原発企業とかに優遇してるんでしょうね、武器輸出三原則を変えて防衛装備移転三原則なんて何ですかね、どん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 あの名前を変えておかしなことをやってるのは今の政府ですから、騙されてはいけません、騙されるのも罪ですと言ってますね、もう憲法違反をやってるわけですから、もうこれ以上ね騙されちゃダメですよ、本当に、それでは次の方にマイクを移します。